始まりました。しゅうちゃんオートですね、本日ですね、こちら伊勢崎オートレース場のハーレーダビッドソン、こちらの、準決勝4つのレースをやっていきたいと思います。こちらですね、ライブ配信をしながら、収録をしております。はい、ちょっとですね、なんかいつもと違うぞっていうのはあるかもしれません。はい、最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さあ、1本目の9レースですね。ここ昌磨が一番人気になっておりますけど、まずはトップスタートですね。まずそれが第一条件。あとはタクちゃんね、ここもスタートしっかりいって早めに1番をかわす。さあ、スタートしました。さあ、タクちゃんいった。昌磨もいった。岩田さんがいった。今日は岩田さんがいった。渋沢選手もいった。そして20戦伊藤昌磨は岩田級にスタートいかれました。さあ、どうだ。伊藤昌磨は6番手になって、その後ろ西原のインコースに8番の木村武がいます。昌磨が先に岩田さんに行かれて、どうだ、先に行けるかどうか、かわせるか岩田さんを。レースは2周目、逃げる1番の生方雅人、4番の渋沢健二、スタートを決めて前を追っていく。3番手が2番の清水、4番手が3番外からかわしてくるのか。これ岩田さんの外からかわせるかどうか。そこまで足があるか。今の勝敗結構厳しいぞ。これ7番の西原智明は最後方、残り4周回となっています。さあ、1番の生方、4番の渋沢健二と、ここは軽ハンデ勢が気を吐いています。前の2人が3番手かを少々離している。2番の清水が3番手をキープして、その後3番田中悟、5番の伊藤翔馬が、これね、渋沢さん切り返せないと思う。逆転しようかというところ。残り3周回、さあ、スピードを乗ってきた。この2、1、4にくっつけないのか。拓ちゃん、田中悟の抵抗にあって、もう1回岩田に裁かれている。いや、これはこのまんまになるぞ。1番の生方が4番の渋沢健二を抑え込んで先頭キープしている。3番手、2番の清水が田中悟を抑え込んでいる。残りは2周回、さあ、このまま行くんでしょうか。6番の岩田中段の位置、伊藤昌磨もまれにもまれて6番との位置変わりません。いや、このままだ。これ先頭1番の生方があれをあれをと逃げ切り体制か。4番渋沢健二2番手、前の2人ができた競争になってきた。清水3番手、内から田中悟がここで狙っている。誰も来れない。2番の清水が抑え込む。3番手の清水が2番の清水が依然優勢の1対1の勝負か。先頭1番生方雅人、これは逃げ切り見えてきた。最後外からタクシー行ったけど、これでは1つ目の準決勝戦からこれは波乱となりそうだ。いや、生方さんだ。生方さん、おめでとう。さあ、2本目の10レースですね。ここ栗原さんが一番人気。まずスタートでね、食われないこと、それが大事。しっかりスタートいけるかどうか。栗原君、これ頑張って来い。スタートしました。さあ、いいスタートいった。いやー、松本手足が白煙スタートを送りました。さあ、亀井さんが行ったぞ。栗原圭介に対して2番の亀井が飛び込んでいく。そこから外からもう一回やり返せるかどうか。1番の栗原ちょっと滑ったか。内から4番の野本も狙っている。1番栗原スタート叩かれた。さあ、ここから挽回になるでしょうか。4番の野本の前にはなんとか出ていこう。
としているんですが、野本が引かない。後ろから伊藤の後方、前の4番手が上がっている。先頭2番の角栄のペース、2番手は1番の栗原外、滑っている。内から4番の野本、これがあるんだよ。最近の栗原君は滑るんだよね。桜井逆転しようとしているが、伊藤の棒がもう1回差し返していく。さらに6番の渡辺、さらには5番の人々と続いている。野本選手がこれ2着目キープできるかどうか、前にね行けるかどうか。亀井さん結構逃げると早いよ。1番栗原に対してもう1回8番。さあ栗原君もまだ頑張ってる、まだ諦めてない。さあ野本選手、野本選手やり返せることができるんか。さあノブちゃんも頑張って、4着目じゃ優勝戦にはいけない。この地元両者が引っ張って、その後にさあ尻上がりに少しずつ少しずつだけど、栗原君どうだ。前を詰めてる。桜井が5番手を追走、後方6番は渡辺、5番ひとみ、桜井選手も頑張ってる。残りは2周となった。先頭2番の亀井正和、いやースタート一体一体になっちゃうのか。さあ栗原君どうだ。ワンチャンあるぞ、まだまだある。諦めんな、ワンチャンあるぞ。伊藤の棒を4番手で、さあ降りてきてしっかり。状況が続いている。最後一周、さあブルーフラッグ、どういう一周になる。先頭2番の亀井正和、2番手4番のノブちゃんが、ね、意外に伸びない。さあそこ外で振って、外上げていきますが、かましが効くか。そっから最後の直線にかける。さあ開けて開けて開けて、最後どうだ。先頭2番の亀井正和、つらいな。さあ11レースですね。聖太郎でかぶったこのレースね、疾走タイム結構拮抗しております。聖太郎がそんな中混戦から抜き出していけるのかどうか。さあ注目、さあ聖太郎スタートしました。ゼロ半は下りで出ていきました。スタート遅れた、1-2で行ったぞ。吉田が残せるか、外から荒井ですが、吉田圭介注文通り行った。3人の伸びで聖太郎は7、8、7に乗っかっていって、そこからどうに上に行くのか。さあ聖太郎どうする、どこ行く、どこ行く。早川聖太郎は7番手、さあ次郎が行ったぞ。レースは2周目、聖太郎どこ通る。4番の新井潤が交代しました。壁がない状況になりました。5番の丸山、7番の田村、そして8番の早川聖太郎、聖太郎うつぶら。さあ前の2人に触れようとした。次郎を返した、いいんじゃない、いいんじゃない、5番の丸山がまくってくる。3番の吉田の外から丸山、前に出ていく。さあ丸ちゃんの内側切り返してた。おお、いいとこ入ってった。丸山さとし、はらんだ。1番の木村、さあ丸ちゃんそこで耐えろ。2番の西は間に挟まれて、内から早川聖太郎貫通か。さあ聖太郎いった、聖太郎早川聖太郎先頭に踊り出ました。2番手は丸ちゃんがいった。丸山、1番木村、外が西、間から7番の田村次郎と、さあ次郎も来た。2、3番手大混戦となっているが、5番の丸山に待って一歩に攻めた。さあ丸ちゃんそのまま逃げちゃい、頑張れ丸ちゃん。1番の木村、丸ちゃん頑張れ。3コーナーで捉えて3番手と上がってまいりました。先頭は道中混戦を立った8番の早川聖太郎。さあ、あと2周、残りは2周回。2番手が5番の丸山、3番手から追ってくる7番の田村次郎。さあ田村、さあ次郎ところ丸ちゃんがどうなのか。丸ちゃん頑張って、2着前残って頑張って頑張って、マルちゃん頑張れ、マルちゃん頑張れ。明らかに動きが今回は蘇っている早川聖太郎。ブルーフラッグを迎える残りは1周回。さあ決まったのせい、もう絞られました。5番の丸山か、7番の田村か。しかしここは丸山リードを取っております。逃げて逃げて逃げて。早川、2番手が山陽の丸山さとし、3番手が7番の田村次郎となりました。2着まで残った、聖太郎おめでとう。
さあ最終12レースですね。ここはもう周平一択で勝負でございます。問題は2着が誰なんだいっていうところですね、この前のね30戦が誰がスタートいくのか、そこは勝負。12レーススタートしました。岩崎さんいいんじゃない。スタート出ていく。3番木村スタート遅れた。その後ろ30戦のスタートは綺麗に横一線となりました。かましていけるか。外から岩崎かましていく。岩崎かましていく。6番の新井啓太もいった。5番の石川が遅れて、そこを早くも青山周平捉えて、岩崎の懐、さらに6番新井啓太まで捉えました。坂選手が行った。これ坂選手が行ったのはいいんだけどってところだな。4番手と1コーナーで上がりました青山周平です。かわしていけるか。まず長谷さんをかわした。いった、長谷さんをかわした。ここで4番の浅香、同期の長谷を捉えて2番手と抑えました。青山周平序盤戦でも4番手です。残りは4周回。このしっかりいった。残り周回さあ浅香選手、そこで1をかわせるかどうか。青山周平も3番手。さあしっかりかわしていった。ここで先に先頭に立ちましたが、はもう背後には周平早いわ。やっぱり青山周平2番手上がった。残りは3周。こうなる青山周平が、さあここでもう6本か。ここでもう入っちゃう。さあいった。蹴りをつけました。8本からの1番の台形。さあ林選手頑張れ。3着目残ってくれ。頑張って頑張って頑張って。長谷さんが来た。長谷さんが来た。長谷さんやっぱり来るね。さあ浅香選手その位置キープ。3番手争いがどうやら焦点となりましたが、2番手長谷が優勢。1番手4番手で待っています。ブルーフラッグの上が1周回。さあ浅香選手2着目。さあ長谷さん、長谷さん、長谷さん3着でしっかり頼ませて、中盤戦で先頭に抜け出しました。4番の浅香を突き放しています。さあ最後のコーナーを回ってきて、周平お見事、今日は楽勝でございました。周平おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。やっぱり周平とあとは聖太郎やっぱ強いっすね。はい、明日久しぶりの対決どうなるのか見てみたいですね。はい、楽しみにしております。明日ですね、動画の方撮ってまいりたいと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会よろしくお願いいたします。